どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きいきます。マイメリーメイビーやってきます。サンキュー、一生覚えておくよ。バカ。そのまま振り向かずに外へ向かって飛び出した。私は今じっちゃんと一緒にいる。かすかに声を震わせながら草津さんはそう言った。その言葉に彼女の生きる意志を脅かすものと感じて背筋が寒くなる。今夜は新月だった。何万もの星の実がその小さな光で地上を照らしている。その明かりだけを頼りに夜の中を駆け抜ける。最初はあてもなく探したけれども、すぐにそれでは効率が悪いと思い、今までの彼女の行動を思い出していた。都会に憧れて幼馴染と喧嘩を繰り返している子供、祖父の死の影を感じ勢いをなくし、生と死について自分なりの納得をつけようとあがいた姿。そのために学校をサボったりしたこともあった。しかしその答えが出る前に彼女のおじいさんは亡くなってしまった。生と死の意味について自分自身の言葉で表現することができるまま、彼女は死そのものを受け入れざるを得なかった。衝撃、混乱、そして純層、読み方わかんないです。遁走なのか、間違ってたらごめんなさい。死そのものを拒否したかのような彼女の姿だからこそ、彼女はあの場から逃れたのか。おじいさんが命を救ったレオちゃんがまるで生を否定するかのように倉庫を破壊したのを認めたくなかったのかもしれない。生と死とは、子供が悩むにはあまりにも難解な命題だ。俺んだってわかるものか。海は陸の慌ただしさを嘲笑するかのように雄大だった。そんな海に人生を捧げた彼女のおじいさんの一生にはきっと後悔なんてないんだろうとふと思った。海の近くなんじゃないか。だからこそ気づいたら漁港まで来ていた。そのまま海に沿って歩くと、漁港の外れ、ちょうどあの仮設ラボと使用している倉庫とは反対方向に電話ボックスを見つけた。深夜に使う人もなく、そこには誰もいなかった。その電話ボックスのガラスの壁に手をついてしゃがみ込む。腰を下ろした途端、猛烈な疲労感が下半身を支配した。そのまま壁にもたれかかり、海を背中にする形で何気なしに街並みを眺めていた。レウちゃんがいなくなってから随分時間が経った。あれから一体どうなっているんだろうか。レシーバーからも最初に恭平さんの呼びかけを無視したためか、それ以降連絡が届くことはなかった。聞こえてくるのは海の音ばかりだ。おじいちゃんと一緒にいるってそんなヒントでわかるかよ。え？中に入り受話器を持ち上げ、そっと自分の耳に当てる。彼女は受話器を耳に当て何を思っていたんだろうか。カードも入れていない受信機からは何も聞こえない。ただとても小さな音量で波ともノイズとも取れる音が聞こえていた。ため息をつき受話器を置いた。その電話を意味をなくしばらく見つめた後、顔を上げた。え？お、目の前、電話ボックスから少し離れたところに草津さんが立っていた。彼女は少しうつむき、俺が気がつくのを待っていた。葬儀以来すっかり小さくなった印象そのままだった。草津さん、電話ボックスの中でそう小さくつぶやく。すると彼女はまるでそれを聞き逃さなかったようにか弱い足取りで俺の方へ歩み寄り、そのまま電話ボックスのガラスにコツンと額をつけた。見つかっちゃった。うん、草津さん、とりあえず無事でよかった。やっぱりヒントが簡単だったかな、じっちゃんと一緒にいるって。彼女の背後には月明かりに照らされた海が時折光を反射させて揺らめいていた。彼女のおじいさんが亡くなるまで愛してやまない海の姿だった。お前、ご両親を心配させてこんな時間まで。ごめんなさい。たく、帰るぞ。やだ。やだじゃないだろ。だってもう帰るに帰れない。父ちゃんと母ちゃんすっごく怒ってるに決まってるよ。どうしよう、殺されちゃうよ。とにかく怪我は？彼女は無言で首を左右に振った。じゃあサブは？なんでこんな時にブッチンが出てくるの？そうから君が走り出した時追いかけていったはずなんだけど。へえ、そうなんだ。そうなんだって気がつかなかったのか？うん、全然。まったく、とにかく家に電話するから。待ってよ、私の話聞いてもらってない。そんなの後だ。とにかく電話しなきゃしょうがないだろ。ねえ、私の話
話聞いてよ。だから電話したぐらい、電話したらいくらでも聞いてやる。俺は学校の教員として。私の話を聞いて、お願い。さっきの電話の返答を聞かせてもらう約束だよ。か細いその声とすがりつくような瞳に吸い込まれるように受話器を置いた。わずかな時間、沈黙が俺たちの間に流れる。ねえ、先生はどっちなの？怒った理由、そして私一人のためにこんなになって探してくれる理由は、先生として、それとも違う意味として？両方だ。ずるいや、大人って。草津さん、俺は電話ボックスから出て、彼女のそばに並んだ。潮風が俺たちの方を撫でる。彼女はうつむいて俺の顔を見ないようにしていた。何？今までここにいたのか？ううん。じゃあどこに？あそこ。彼女が指さした先、船着き場には漁船が何隻も係留してあった。そこに並んでいる船のうちの一つ。その船体には雄大な羊で、勝喜丸と書いてあった。彼女の祖父の名を冠した船だ。じっちゃんと一緒か。なるほど。うん。本当にご両親心配してるぞ。もういいよ、今さら何も。あれから一度も家に帰ってないのか？うん。じゃあ連絡は？何もしてない。とんでもない不良少女だ。俺は少し呆れながら笑った。それを見て彼女は少し意外そうな顔をした。ねえ、もう怒らないの？そんな記録もなくなった。どうして？どうしてって、だから呆れて言葉も出ないってことだよ。やだ。ん？やだよ、怒ってよ。彼女は叱られるのを待っていた。自分のしたことの重大さを誰かに問い詰められたかったのだ。切羽詰まった顔でそれを見ている。目だ。うん。でも俺は叱る代わりにその頭を撫でてやった。彼女はそれを払いのけようとしたが、逆の手でそれを抑えた。やだ、慰めじゃなくて、どうして叱ってくれないの？わかるんだよ。え？君の気持ちもよくわかる。きっとそれは俺も通過してきたことだから。校長先生に託した俺の伝言、聞いた？うん。しようか。え？ん？だから、最後の授業、してやるよ。彼女は戸惑いを隠せないようだった。俺は軽く咳払いをした後、顔を上げて夜空を見上げた。スプートニクの話、覚えてるか？もちろん。今は、今度はアポロの話だ。アポロ？月に行ったやつだね。また宇宙船の話？うん。そうだ。スプートニクっていうのは、ソビエト連邦共和国という国が打ち上げた宇宙船のことだ。そしてアポロはその時ライバルだった国、アメリカの話。アメリカくらいは知ってるよ。今もあるでしょ？海の向こうに。うん。そうだ。そのソビエトが、ボストーク1号で先に宇宙に人類を打ち上げて、アメリカは焦った。それに対抗して行われたのがアポロ計画。ちなみにアポロというのはギリシャ神話に出てくる太陽神から取られたんだ。へえ。うん。アメリカはソビエトに追いつくんだって躍起になった。ソビエトより先に月に人類を送り込むって。そしてその計画の名前を名前にして宇宙に飛ばす第11回目、ついにアポロ11号は月への到達に成功した。その時は全世界にテレビ中継されたそうだ。しかしその計画の13回目の時、アポロ13号は故障して宇宙に取り残されてしまったんだ。当時の技術では助けに行くことなんてできない。地球とアポロ13号は無線でしか連絡が取り合えない。次第になくなる酸素、そして電力。それでどうなったの？諦めなかったんだよ。そんな状況でもアポロ13号に乗り込んだクルーと
地上の司令局のメンバーは絶対に諦めなかったんだ。絶対に生きて帰るってね。そして地上の人たちも宇宙にポツンと取り残されたたった数人の命を捨てることなんてできなかった。それでどうなっちゃったの？限られた状況の中でもみんなの必死な努力。そうなんだ。助かったのかな？助かったんだね。ごめんなさい、ちょ、間違えてボタン押しちゃったよ、参った。ギリシャ神話のアポロ、もしくはアポロン神話、音楽や技術などの神様でもあったらしい。うろ覚えでよく覚えてないけど。つまり古代では、人を助けたり、そして生きる希望を持たせるための、神様でもあったんだ。何が言いたいかわかるか？よく、わかんない。ごめん、俺も途中でカットしちゃったからなんか何を言ってるかわかんなくなってるわ。前回のスプートニクの話で、俺は目標を持てって言っただろ？今度は絶対に諦めるな。それが今回の話。目標を持って諦めちゃいけない。そうすれば少なくとも一番いい結果に向かっているはずだ。だからな、草津さん。ん？自暴自棄になる気持ちはよくわかる。けれどな、それは必ずしも正しい方向に向かっているわけじゃないんだ。俺だって、君くらいの頃、どうでもよくなってしまった時期はあった。けれども今、こうしてここにいる。見習いで期間限定だけど、生徒たちにいろいろなことを教えるという大事な役を担っている。だからこそ、もっと君には明るくなってほしいんだ。今はとても辛い時期だと思うけど。彼女は口をつぐんで下を向いた。あのね、先生。ん？私、よくわかんなくなったの。じっちゃんが、あの事故の時、救おうとしたレウちゃんがいた倉庫がめちゃくちゃになっちゃっていたのを見て。私が好きな人が、どんどんいなくなってゆく。私って、嫌われているのかなって、そう思ったの。はあ、嫌われてなんかいないよ。そんなのわかっている。けれどね、それが、たまらなくなって。少なくとも、レウちゃんに関しては消えたわけではない。今みんなで必死になって探してる。そうだけど、そうだけどさ。草津さん？そうだけど、もう一人は、確実にいなくなっちゃうよ。ん？誰が？先生のことだよ。え？俺か？これか、あ、そっか。これからいなくなっちゃうんだよな。確かに、そうなんだよ。彼女は顔を上げて俺の目を見つめた。その表情には寂しさと恐怖が入り混じっている。先生は金曜日にはもういなくなっちゃうんでしょ？それは仕方がないことなんだ。でも残される私には少し辛いよ。別に二度と会えないわけじゃない。そうだろ？でも私は待ちきれないよ。そんなあやふやな希望なんて。でも絶望じゃない。でも嫌なの。彼女はいきなりしがみついてきた。俺の胸に自分の顔をうずめて、あらん限りの力で抱きしめてくる。恋人を抱きしめたことなんて一度もないだろう。そんな幼稚な抱擁だった。ともかく彼女に離れるよう言おうと思った。でも何度も自分の顔を俺にこすりつけるその仕草を見て、名前を呼ぶことしかできなかった。草津さん、じっちゃんは死んじゃった。レウちゃんはいなくなった。でも先生は、岸森先生はここにいる。だから先生だけは私の前からいなくなってほしくないの。涙を流しているわけじゃない。相手をその存在を確かめるだけに、彼女は腕に入れた力を強めた。草津さん、離れないと。やだね。私は先生が考えているほど子供じゃないんだよ。私を嫌がらないでよ。先生も私の前からいなくなったら私どうしていいか。うわあ、私だって恋をすることだってできる。もう体だって大人っぽくなってきたし、それに私、先生が
が望むなら。クサッサン。それ以上は今の俺たちにはふさわしくなかった。でも彼女は大きな声に一瞬ひるみはしたが、すぐに意志を固め行動に出た。俺の手を掴み、自分の胸に押し付けようとする。俺は空いた手で彼女の肩を掴み、距離を取る。いや、先生、嫌がらないで。やめるんだ。お願い。私を嫌いにならないで。彼女は拒否する腕を必死に自分の体に誘導しようとあがく。そんな烈情を誘う行為で俺の気を引こうとする。その姿を見てるのは辛かった。クサスさんだって恋をする。しかしその表現を、この植物的な行為でしか表すことができなかった彼女の心情に同情もした。不意に腕の力を抜く。肩透かしを食らった彼女が少しよろけて後ろに倒れそうになる。その体を両手で支え、優しく抱きしめた。さっきの彼女よりはもう少し上手いやり方で。やだよ。そんな子供扱いしないでよ。私は大人だよ。もう何でもできる大人なんだから。いやー、クサスさん。少しだけ力を入れる。吐息とともに小さな声を吐き出し、それと同時に体に込められた力が抜けていった。ガキ、だから子供扱いは。だから大人の真似をするのか。それこそ子供の証拠だ。別に大人の真似なんかじゃ。いや、真似だよ。紛れもなく大人と子供の違いを分かってない。じゃあ先生は分かるっていうの？俺にもよく分からない。じゃあ先生も子供じゃない。でもな、次のステップに行くにはどうしたらいいか、それくらいは知ってる。え？それはきっと他人の命を受け入れることだと思う。よく分かんないよ。だからお前は子供なんだよ。自分と他人の違いを尊重するってことだ。まだちょっと難しいよ。お前のおじいさんはあの船の事故の時に自分の命を顧みずに助けに行った。レウちゃんだけでなく、おそらくそこに取り残されている人たち全ての命を。自分の命と同じくらい他人の命を大切に思うこと。たとえ自分が危険な目にあったとしてもな。うん。それの意味が本当にわからないと他人の気持ちがわからないんだよ。だからガキって言ったんだ。俺に対してだけじゃない。サブの気持ち考えたことあるか？サブだって口は悪いけどお前のことを心配してるんだ。でも、ぶっちんは。でもじゃない。サブはあの年頃じゃまだマシな方だぞ。お前のために一生懸命になったんだから。うん。もっと勉強しろ。そして自分に何ができて何をすべきか分かったらきっと大人になれるから。うん。よし、それが分かっただけでも上出来だ。帰るぞ。え？家にだよ。俺も一緒に謝ってあげるから。ふと視界にあの船が入った。船の輪郭がぼんやりと暗闇の中に浮かんでいる、浮かび上がっている。空の暗く重い色がかすかに東の方向から緩和されていく。もう少しで朝が来る。あ、ポケットに入っていた携帯電話を取り出した拍子にあのレシーバーが下に落ちた。いいよ、私が拾うから。何これ？ん？ああ、レシーバーだよ。渡瀬さんから借りてる。電話来た。なんかスイッチ入っちゃった。ちょっとこれどこでスイッチ切るの？ああ、いいよ、こっちでやるから貸して。うん。彼女が腕を伸ばす。その瞬間ノイズに混じって何か聞こえた。散々探し回った隙に結局帰ってくるところは同じか、レウ。うん？え？家に帰る。レオちゃん？聞こえてんだ。いいか、お前は今世界で稼働しているレプリスの何よりも危険な存在なんだ。そんなお前に自由意志なんてあると思うのか？分かってるよ、分かってるよ。そんなの。なら帰るぞ。うわー、なんかちょっと。分かってるけど
で、お世話になったみんなに挨拶がしたいの。ダメだ。欠陥品のお前は即時回収されねばならん。いい子にする、いい子にするから、最後にバイバイって。俺とクサスさんはお互いに腕を伸ばしたままで固まっている。レシーバーから聞こえるノイズ混じりの小さな短い会話から、レウちゃんが恭平さんによって発見されたことは分かった。でもそれを素直に喜ぶことはできなかった。レウちゃん、聞こえてんのか。これこれ以上拒否するなら、お前の頭を残して自由を奪わなければならん。え、レウちゃん聞こえる？これ聞こえてないんじゃないか。そんなのやだ、痛いのや。レウちゃん今どこなんだ。どうしようねえ先生、どうしたらいいの。どこなの。早く止めないと。でも俺たちの声は向こう側には届いていないようだった。走り出したい衝動を必死に抑える。レウちゃんの場所がわからない以上、闇雲に走り出しても全く意味がない。無情にもそのレシーバーから漏れ聞こえる声には耳を傾けるしかなかった。いや、来ないで、来たら危ないよ。え、自分で自覚している以上お前も素直になるんだ。でも、でもお前にこれ以上誰も傷つけたくないという意志があるなら素直に従え。レオちゃん今どこなんだよ。そうだけど、だけどレウ、みんなにさよならって言いたいの。ねえどこなの。ユマちゃんやミノンやサブ君やヒロト君にさよならってちゃんと言ってお別れしたいの。お前にそんな時間はない。お前の体はあと少しで機能停止するんだ。マジか。あとちょっとだったらレウの最後のわがまま聞いてよ。それはできない。どうして。クサスさんは反応のないレシーバーに必死に問いかけていた。レウちゃんの末期の悲痛な願いがしっぽけなレシーバーを通して伝えられる。すぐにでも彼女の元に行ってあげたい。しかしその場所の手がかりすら掴むことができない。あまりにもバージョンが古い OS が最新のボディを制御しきれていない。そして何者かが強制的に上書きしたセキュリティが競合を起こしてきしみが生じている、はあ、それによってお前の意思に関わらず人体に危険な電磁波がお前から発せられている。え、そんなこと言われてもレウよくわかんない。つまりお前がどう思っていようと他人を殺しかねない。お前はまさに欠陥品だ。だから言うことに素直に従え。だったら、だったらお電話でもお家にさせてよ。いやーもうちょっとしんどいわ。とりあえずね、次回行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。